皆さんこんにちは。ベストオミス神奈川大会ファイナリストの森内マリーです。私は上智大学総合グローバル学部総合グローバル学科3年の21歳です。私がミスコンを応募した理由は2つあります。1つ目は日本だけではなく世界で活躍するグローバルリーダーになりたいからです。私は発展途上国における教育問題を解決したいと思っております。また女性が活躍できる社会づくりにも貢献していきたいです。2つ目は日本の魅力を世界に発信したいからです。私はアメリカへの1年間留学を通して日本の素晴らしさを痛感しました。日本という国の魅力を伝えられるのはずっと日本で暮らしてきた私の強みです。私は日本の代表として日本の魅力を誰よりも自信を持って発信していく人になりたいです。私は外見だけではなく内面行動の美を兼ね備えた女性になり神奈川の代表になりたいと思っております。2月28日に新都心ホールでベストオミス神奈川大会の決勝大会がありますので、ぜひ応援にいらしてください。この動画の再生回数とその動画からのチャンネル登録数が評価の対象となります。また日本ミスコン協会のインスタグラムに掲載され、インスタグラムの投稿のいいね数が評価の対象となります。もしよかったらフォローお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。